中央と脱ダ脱キ,キは、陰王朝末期のミカド神の日。ミカド神に寵愛され、末期などと共に、悪女の代名詞的存在として扱われる、有素子の娘として生まれた。国語では、ミカド神が有素子を撃った際に、有素子が献上したのが脱キであり、斧が正、脱は字であるとしている。脱キを字とみなすのは、後世の誤解である。基本資料である、四季日本儀では、 ダッキは、ミカドシンに寵愛され、ミカドシンは、彼女の言うことなら何でも聞いたという。試験に新委員の声、北雛の舞、なびきなびきの楽を作らせた。風情を厚くして六代に銭を蓄え、巨匠に泡を満たし、犬場、器物を収めて、救出一杯にした。砂丘の縁台を拡張して、野獣一人をその中に置いた。鬼神を侮り、砂丘に、 大勢のものを集めて楽しみたあむれた。酒を注いで池けとし、肉をかけて、林とし、男女を裸にして、互いに追いかけさせ、長夜の因をなした。その後、脱旗は衆によって攻められた際に、武王により殺されたとされる。列女伝巻七兵平伝院中脱旗では、崩落の方を見て脱旗が笑ったとされている。悲観が、戦王の天法を治めずに、 夫人のことを用いていれば、かの至る日も近いでしょう、と痛めた。すると、脱菌は、成人の心臓に七つの穴があると私は、聞いておりますと答え、悲観の心臓を取り出させて干渉した。中央が自殺すると、脱菌は武王によって、首を切られ、腰ら旗にかけられた。中を滅ぼす者はこの女なりと評論された。女外列伝のカオシコ中には、ベンジをよく好み。 感を極めることさかんにした。その言を、三カ神が用いて、民を苦しめたとある。現代中国で、脱旗の名は、悪女と共に、魅惑的な女性の代名詞でもある。中国では脱旗を題材にした、時代物ドラマや劇場映画が、現在も多数制作されている。葛飾北斎が、北斎漫画より、陰の脱旗、キ尾の狐が化けた姿として描かれている。 日本においては、玉も全伝説と結びつけられ、天竺の歌謡夫人、周の宝士と共に玉も前の前歴として語られる。また、期待の独夫として、脱期の百が知られる。お百は、京都九条通りの静かの生まれ。美貌の持ち主で、十四歳で、祇園中村屋の遊女となり、河野池前衛門に見受けされた。江戸役者津田と妄想と貫通し、江戸に下り、 友蔵の死後神吉原の終わりや、聖十郎の女房となり、佐竹家の神である中中左衛門の目かけとなり、なお、律と改めた。中中左衛門は、旧名が中梅目で、秋田騒動の中心人物として法暦七年六月、処刑されたが、お百は奉公人であるとして、おがめなく、間もなく、江戸に出て、高間騒動の高間磯上門の目かけとなったという。 その間男性を殺害することも度にわたり、法暦年間の大廃棄を代表するとされる。現代の歴史講談小説群である前奏平和の一説、武王伐中平和の中で脱己が陽子伝説と結びつけられ、脱己は狐の成り代わりとされた。戦時門の衆が陰の湯を打ったに対する中で、陰の中央を誘惑して、 国を傾けた脱旗はキ尾狐ビキツネであると指摘。秋代の方針演技が脱旗をキ尾狐ビギツネの生としているのは、この説を元にしている。脱旗名の時代の神解消説、方針演技では、キ尾ービ性生として登場し、飲酒革命を実現させるために使わされたという。そして、奇襲公、祖母の娘、祖脱旗の魂を奪って、脱旗になりすまし、 中央を堕落させて、陰を滅ぼした。また、コキコビ、王高人という二人の架空の女性も、ダッキと同じく、中央を滅ぼすことを目的とした長期として登場している。コキコビは旧統雉取り性、王高人は玉石琵琶性が正体であり、雉の妖怪と琵琶の妖怪が化けたものであると設定されている。第96回ではギマイラと共に、 朝歌に迫る再起軍に襲われた際、甲冑を身にまといとオカバを乗り回し、そう刀を振り回して戦うが、最後は、ジョカの今しめあやかし策によって捕獲され、教師がに残首された。ありがとうございます。